アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従ってす。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すほかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー子の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーは足を滑らせ崖から落ちた。アイシーは理解した。橋の制御装置を起動しない限り崖を越えられないことを。アイシーはまた崖から落ちた。崖の端にある制御装置さえ起動すれば橋を架けることができるというのに。アイシーはようやく制御装置を使って橋を架けるということを理解した。次こそは絶対に何があっても崖から落ちないだろう。なんだって？またか？またなのか？君は何を考えてるんだ？ストップストップ！一つだけ教えてくれ。君はふざけているのか？何度もヒントをくれてやったというのに。謎解きでも何でもないんだぞ。制御装置の前に行ってボタンを押すだけなんだぞ。こんな簡単なことなのに、どうして何度も何度も飛び降りるんだ。君みたいなやつ初めて見たよ。崖だと分かっているのに何度も飛び降りるなんて。そもそも君はこれがアクションゲームだということを分かっているのか。君の目的は敵を倒して前へ進むことなんだぞ。崖から飛び降りるのが目的のゲームなんて聞いたことあるか。次こそは私の言うことを聞くんだ。いいね。返事は私の言う通りにするんだ。同じことを何度も繰り返したら悲惨な結末が待っているぞ。これは警告だ。よし、ここまで言えば自分がどうすべきか分かっただろう。さあ行くぞ。はい、もういいです。私の負けです。こんなことになるなんて考えたこともなかった。一体私はどうすればいいんだ。そうか、その手があった。マップデータを修正して予備領域を解放して少し調整すればそうだ、サプライズも加えて。さあどうなったか見てみよう。これからは私の言うことをちゃんと聞くんだぞほら、この宝箱が見えるかって。山のような金貨だ。満足か？まさかこんなにいい思いができるなんて思っても見なかったろ。さて、この辺で本題に戻るとしよう。矢印に向かって進もう。ってこらこら、私の言葉を聞いていたか。この道は間違ってるぞ。
早く戻るんだ。いいから戻れ、戻るんだ。どうしてもこの道を進むというのか。悲惨な結末が待っていると言ったら今からでも戻るか。そうか。君たちはいつもそうだ。君たちは善意の助言に耳を貸そうともしない。私のことを信じていないのか。崖から落ちても死なないようにしてやったことすら忘れたのか。君のためにわざわざ新しいエリアを作り、宝箱までプレゼントしたというのに、こんな簡単な指示すら聞けないのか。矢印に従って進むだけなんだぞ。私の目的は君を正しい道に導くことだけだ。私が君のために準備した道も。もう何の役にも立たない。君は未知に対する恐怖も、規則に対する敬意もない。そんな君の選択に全く意味がないことはわからないのか。君の目でしっかりとここにある真実と向き合うんだ。君にも私にも一つの選択肢しか用意されていない。もういい。もう何を言っても無駄だ。君の記憶を削除させてもらうぞ。次は私の言葉をしっかり聞いてくれるやつに会えますように。君みたいなやつでなければそれでいい。さあ、そろそろだ。お別れの時間だ。また今日も空には黒い星が昇る。さよなら。私は一体何かを忘れているような。私の目的は何だ。アイシーをカルコサに導くことだったはずだ。選択。私は一体誰だ。